私が保守の候補だということをとにかく強く訴えました。で、何が保守なのかと、保守というのは私が思うに、日本を愛する、日本に生まれてよかったと思う、そういう方はあなたは保守ですと。頑張って日本が豊かになるように、強くなるように頑張っていこうって、これはもう保守なんだと。はい、それです。あなたも保守は、はい、私も保守、そういうことです。みんな保守、ね、安保の平和的統一に向けて努力されてきた韓白茶総裁をはじめ皆様に敬意を表します。安保の平和的統一に向けて努力されてきた韓白茶総裁をはじめ皆様に敬意を表します。保守とか愛国とか家庭とかそういうこと言うやつは決まって怪しいって国民みんな思っているよ。時代に馴染まなくなってきてると。時代に馴染まなくなってきてると。時代に馴染まなくなってきてると。率直に言っていいんですか？お願いします。いや、恥ずかしいな、情けないなと。情けない。ふざけてるなと、そう率直に思います。何でしょうね、なんかもう呆れ者が言えないってこういう時に言うんだなって思いましたけれど、自主性じゃないんですか、自主性じゃないんですか、自主性じゃないんですか。